いけいけ、違う、もっとそこ突っ込めよ。すいません。もういい、お前は一度ベンチに下がれ。山本と交代だ。チクソオクラ。バカズキンちゃん、なに。私の名前は成田光三。24年前、私は高校の教師をしながらサッカー部の顧問を務めていた。当時は何度も部を全国に導き、それなりに名の知れた監督だった。部活を辞めたい？急にどうしたんだ？実は病気が見つかって治療に専念すべきだと思いまして。この生徒は池内隼人、当時のうちのサッカー部の教え子だった。真面目で一生懸命だが、集中すると周りが見えず、そして繊細。そんなに大きな病気なのか？はい、それじゃあ失礼します。おおい、ちょっと待て、どんな病気なんだ？言いたくないです。教えてくれ、もしかしたら力になれるかもしれない。一応これでも元プロのサッカー選手だからな。いいトレーナーや医者も知り合いにいるし、紹介してやることもできるかもしれないんだぞ。実はその統合失調症になりました。統合失調症？私は怪我などに関してはそれなりに知識があったが、統合失調症という病気に関しては全くの無知だった。当時はまだネットも何もない時代、病気についてもすぐに調べられるような状況ではなかったのだ。その統合失調症というのは具体的にどういう症状なんだ？サッカーをやめなければならないほどなのか？僕にも詳しくは分かりません。でも母さんが部活はやめろって。そうか、分かった。とりあえず今は治療に専念するんだ。しかしすぐに部活をやめる必要もない。一旦休部申請を出して、いつでも戻ってこられるようにしておけば励みにもなるだろう。はい、ありがとうございます。こうしてしばらくの間、池内は部活に参加しなくなった。後に調べて分かったことだが、統合失調症というのはストレスなどで脳からの神経伝達バランスが崩れ、幻覚、幻聴などをはじめ過度な被害妄想に陥ることもある精神的な病気だったのだ。くそ、どうにか力になってやれないか。そうね。その生徒さんはどういう子なの？サッカーは特別上手いわけじゃないんだが、一生懸命なやつなんだ。1年の頃から頑張っているのは知っているから、なんとかしてやりたいんだけどな。それからというもの、池内はだんだんと良くない方向へ向かっているように思えた。前はもっと明るかったが、人と話すことも少なくなり、一人でいることも増えた。その上、授業中に居眠りすることも多くなり、成績も落としていた。池内のやつ、大丈夫かな？池内、お前大丈夫か？何かあれば私に何でも話してくれ。先生には関係ない。というかそもそも先生のせいで僕はこんなことになったんだ。え？とにかく僕はもう先生には関わりたくない。待ってくれ、どういうことだ？私が何かしたのか？僕は先生に怒られるのが怖かったんだよ。だからこんな風になったんだ。ちょっと待ってくれ、私はお前が伸びると思ったから。これまで私は生徒に感謝されることはあっても恨まれることはないと勝手に思っていた。それだけに池内に言われた一言は心に刺さった。そして数ヶ月後の卒業式前日のことだった。池内どうした？学校に連絡して住所を聞きました。以前はすいませんでした。そんな気にするな。それより私の方こそすまなかったな。私はお前が一生懸命だったから、叱れば叱るほど上手くなると思っていたんだ。だが私のやり方は間違っていたようだな。もう思い悩むことはない。もしまた何かあったらいつでも戻ってきてくれ。力になりたい。ありがとうございます。それじゃあ僕病院に行くので帰ります。そうか、送っていこうか？いえ、すぐ近くですし大丈夫です。
そうか。じゃあ気をつけてな。私はこれで全てが解決したように思えていた。生徒とは話し合えば理解し合える、私の思いも伝わっていると思っていた。なんだ奥。お前はただの落ちこぼれだ。面倒かけやがって、さっさと死ね。お前の顔を見なくていいと思うとせいせいする。さっき飲んだお茶は特製の毒入りだ。お前は徐々に弱って死んでいくんだよ。殺される。やっぱりあいつは信用しちゃダメだったんだ。全部あいつの罠だったんだ。結局池内は次の日の卒業式に来なかった。最後は笑い合って別れられると思ったが、うまくはいかなかったのだ。そしてそれから数ヶ月後、私は学校を転任することになったが、なぜかそこに池内が現れるようになる。池内、どうしたんだ、こんなところで。元気にしてたか。来るな。僕はお前を絶対に許さない。呪ってやる。池内。池内は明らかに様子がおかしかった。そしてそれからというもの、十数年間にわたって私の後をつけ狙ったり、家におかしな手紙を入れたり、無言電話をかけるようないたずらが続いた。昨日はうちにも来ていたのよ。しかも木刀を持って。もう限界よ。警察に連絡しましょう。待ってくれ。あいつもきっと何か私に伝えたいことがあるだけだと思うんだ。ここで警察に連絡すればあいつの人生は台無しになる。だからもう少しだけ待ってくれ。でも何かあってからじゃ遅いのよ。大丈夫だ。あいつだって今はおかしくなってはいるが、根はいいやつだったんだ。話せばわかるはずだ。わかったわ。でも何かあなたに直接被害があると思った時はすぐに警察に連絡しますからね。ああ。それから数ヶ月、池内の姿は見えなくなった。私は自分で池内を救えなかったということが少し残念だったのもあるが、それでもまともな人生を歩むようになってくれたのだと喜ぶことにした。しかし私の考えが甘かったことをすぐに思い知らされた。それじゃあ行ってくる。今日は帰りが遅くなると思うから。わかったわ。気をつけてね。行ってきます。お前のせいで、お前のせいで、池内、お前に殺される前にやってやる。お前には殺されない。僕は殺されない。こうして私は59年という短い生涯を終え、池内にはその後懲役8年の刑が下された。私は池内を信じていたつもりだった。だがそれはつもりだっただけだ。もっと真剣にぶつかっていれば、もっと本音で話し合っていれば、あいつのことを救ってやれたのかもしれない。なんだかいたたまれないわね。統合失調症って私も調べたことあるんだけど、ひどい人は本当に現実と妄想の区別ができなくなっちゃうみたいだし。そうだね。だからこの生徒も先生に毒を盛られた、殺されると本気で信じ込んでいたのかもしれないね。先生、私好きな人ができたんです。すごく物知りで、ちょっとだけ毛深いんですけど、それがまたワイルドで。でも私なんかが告白したら迷惑かなって。はん、学校に通ったことがない博士ちゃんが学生気分になろうとしてる。おや、物知りで毛深い。もしかしてそれって俺のことなんじゃ。博士ちゃん、その人って。それです。すごく歯が白くて綺麗なんです。そいつ誰やねん。